はいどうも皆さんご機嫌いかがですか、リクヤギです。今回は実は10月5日リクヤギ誕生日だったんですね。28歳になってしまいました。ということでこちらの方、誕生日プレゼントでいただいたスニーカー紹介していきたいと思います。まあ、ボックスはエアフォースワンのボックスになっていて、買ってもらったスニーカーがこちら、エアフォースワンハイ07WB、 カラーがフラックスフィードガムライトブラウン、サイズが US11 の 29cm と。まあボックスはこんな感じで、結構こんな感じの大きめの、まあ、ブーツタイプっていうんですかね、ボックスになっていて、カラーリングはアンスラサイトというか、オフノワールというか、そんな感じのカラーリングになっていて、裏側がこんな感じです。ということで開けていきましょう。ザザッと、おお、中の紙はこのように星型のエンボスになっていて、プリントもしてあります。ボックスの内側です。はい、ということで肝心の中身がこちらなんですが、いやーもう最高ですね。王道のカラーリングと武骨なハイカットのシルエット、そしてこの数種の素材の切り替えという、やはりヌーバックの質感が最高ですよね。いやーもう本当にこれ誕生日プレゼントに買ってもらえてめちゃめちゃ嬉しいです。で、なぜミッドカットが発売するこのタイミングでハイカットを買ったのかってところですよね。もうそれは個人的にハイカットの方が好きだからなんですよね。もちろんミッドカットもいいと思うんですけど、やはりこの武骨なシルエット、ハイカットにしかないこのいかつい感じはたまりませんよね。このダブルタップスのルックとかでも使われていて、それめっちゃかっこいいじゃないですか。なのでやはり自分個人的にはこちらかなというところでね。これ ABC マートに普通に売っていたので買ってもらったんですけど、こうまだこうギリギリ在庫は残ってるかなとは思うので、やはりこのミッドカットを悩んでいるという方はぜひハイカットの方をね、買ってみて他と差別化してくれればなっていうふうにも思うので、今回レビューします。はい、ということでじっくり見ていきたいんですが、こちらのフォースワンハイ、一応2019年に発売された型になっているんですが、内タグを見ると2020年に製造されたものになっていました。で、これ2017年以前に発売されたものとは、ところどころ仕様が異なる感じになっているので、その辺の違いも含めてね、レビューしていければと思います。では見ていきましょう。ぐぐっと。アウトソールがガムソールになっていて、このステッチ特徴的ですよね。非常に光沢感のある紐を使っていて、程よいアクセントになっています。で、アッパー。素材がヌバックになっていて、触り心地もめちゃめちゃいいです。で、素材感、硬さなんですが、めっちゃ硬いですね、で、この素材感を見ていただければと思うんですが、やはりヌバックの表情素晴らしいですね。で、この特徴的な数値ですね。このカラーリングが切り返しになっていて、2017年以前のものだと同素材になっているんですが、最近のものはこのように数値が切り返しのものになっています。で、近くで見るとこんな感じになっているんですが、どうもね、これなんて言うんだろうな、素材感、ヌバックではないですよね。何なんだろうな、表側っぽいかなとも思うんですが、そう、どうやらそうでもないと。もう合皮なのかな、ちょっとこれ、微妙な素材感かなとも思いますが、非常にいいアクセントになっています。で、何よりこの縁取りが丸め込まれてるのがいいですよね。この手の込んだ仕様が、めちゃめちゃかっこいいかなと思います。で、この数字の先の方とか見てみると、こんな感じになっているのでね、この感じが非常に興奮しますよね。で、ストラップ。こちらの方を外すと、このようになっていて、非常にクリーンなデザインになっていますね。で、かかとの方にはエアという風になっています。続いて内側です。デザイン的にはこのようにアイステインの部分が切り返しになっていたり、このストラップの部分にメタルパーツが使われているので程よいアクセントになっていて、で、何よりこのステッチングが非常に武骨な感じがしてかっこいいと思います。で、近くから見るとこんな感じ。おー、いいですね。このアウトソールのステッチにアッパーのヌバックの素材感、そして数種の素材の切り替え、いやー同系色のカラーでまとめていながらもこの深いデザインが非常に素晴らしいですよね。続いて正面からです。シルエット的には、まあ、ボリューム感はありながらもハイカットになっているということで、どちらかというとシャープな印象を与えているかなというふうに思います。で、何よりこのクラシックな内羽のディテールが最高にクールですね。で、上から見るとこんな感じで、ベンチレーションになっていて、シューレースがこのように2色のちょっとアウトドアっぽいような切り返しになっている、太めの丸紐が使われています。で、シューターンはこのように、ちょっと見てわかるかどうかあれなんですが、それ合成素材になっています。合皮ですね。結構ゴムっぽいかなというふうに思います。
ね、このようになっていて、タントップの方にはこのようにナイキエアーというふうになっていて、エアフォース1になっています。で、パイピングはナイロン素材になっていますね。で、ストラップの方のディテールも見ていきましょう。一応、こちらですね。ストラップの先の方、こちらの方が、一応こんな感じで、プラパーツで補強されていて、こんな感じで斜めに入っているのかなと思います。で、外すとこのようにメインファスナーになっていて、まあ、このストラップの全体的な素材感はナイロンになっています。続いてかかとからです。シルエット的にはフォースワンハイというめちゃめちゃ高いカットになっているので、これがストリートで差別化されることによって、非常にかっこよく見えるのかなというふうに思います。で、近くから見るとこんな感じ。いやー、このヌバックの質感がいいですね。で、このナイキエアのデボス加工なんですが、以前のモデルだとこれがブラックになっていたので、この非常に統一されたこの感じが結構ブーツライクになったというか、この辺が嬉しいアレンジなのかなというふうにも思います。続いてアウトソールはこんな感じ。まあ基本的にデザインは普段通りフォースワンと変わらないのかなというふうに思います。続いてライニング。素材はこのように非常に起毛感の強い素材感になっています。で、インソールはこのようにメッシュ地になっていて、ブラックでナイキエアというふうにプリントがされています。で、タン裏のディテールは、まあ素材感としてはこのライニングと同じ起毛感の強い素材になっていて、この裏側のタグですよね。これが非常にクラシックで、めっちゃ好きなディテールの一つです。で、特にこの裏には何もディテールはありませんでした。続いて内タグはこのように圧着されており、製造が2020年であるということが確認できます。黒タグです。はい、ということでじっくり見ていったんですが、やはり素晴らしいカラーリングでしたね。これからの時期が楽しみです。ということで早速履いていきましょう。はい、ということで早速履いてみたんですが、いかがでしょうか？いやー、やっぱり最高ですね。このハイカットのシルエットと、このウィートカラーですよ。いやー、これから秋冬に楽しみな一足ですね。マジ最高だな、このシルエット。本当にかっこいいと思います。はい、ということで続いてこんな感じです。いかがでしょうか？やはりこのスタイルですよね。ストラップを後ろにダラーンと垂らして、紐もルーズに履くという。いやー、この感じ本当に最高ですね。もうこれがやりたかったんですよね。ウィートのフォースワンで。いやー、たまりませんね。ということで、この辺でサイズ感の話していきましょう。サイズ感なんですが、実はこのウィートのフォースワン、普通のフォースワンと決定的に違う点があります。実はこのウィートなんですが、一応秋冬の商品ということで、ライニングがかなり肉厚になってるんですね。本当にサイズ感で言うとハーフサイズ分狭くなっているように思います。そうですね、自分はフォースワン29センチを比較的余裕を持って履いていたんですが、このウィートに関してはかなりジャストです。この内側を触ってもかなりふかふかとした肉厚なライニングになっているので、普段フォースワンをジャストで履いている方はハーフサイズアップした方がいいようなサイズ感になっています。はい、ということで続いてこんな感じです。いかがでしょうか？いやー、この感じ悪くはないんですけど、個人的にはこのミリタリーパンツの裾をギュッと絞って履きたいっていうのがこのフォースワンの本音かなというふうに思います。ただ一応参考までにこうやってかぶせて履くとどんな感じになるのかなっていうのも見ていただきたかったので、この感じもどうですかね。まあいいとは思いますけど、やはり絞りたいかなというふうに思います。はい、ということで続いてこんな感じです。いかがでしょうか？いやー、この感じ本当にいいですね。このしっかりハイカットの履き口まで見せるっていう、この絞った履き方たまりませんね。そしてこのウィートのカラーリングが本当に絶妙ですよね。なんて言うんでしょう、この程よくトーンが落ち着いた、トーンは落ち着いているんですけど、こう茶色系の色なので、この秋冬の暗くなりがちな服装の中で非常に明るいアクセントになってくれて、でかつ明るすぎないので、本当に絶妙なカラーリングですよね。もう超優秀、本当最高のスニーカーだと思います。はい、ということで続いてこんな感じです。いかがでしょうか？いやー、この感じもなかなか面白いですね。先ほどの暗めのパンツとは打って変わって、色落ちしたこの鴨柄ということで、そうですね、スタイリングの難易度はかなり上がるかなと思います。難しいんですが、やはりこういったゴリゴリに合わせるっていうのをね、武骨な感じがして、男なら挑戦していきたいようなスタイリングですよね。
いやー、でも本当にこのフォースワンハイの雰囲気たまりませんね。やはりこの後ろにダランと垂らせるのはハイカットだけなので、この感じですよ、この感じ。いやー、たまりません。はい、ということで続いてこんな感じです。いかがでしょうか。こうデニムに合わせて履くことにより、このティンバーっぽく履くっていうのも非常に開口的ではあるんですが、いいですよね。やはり外せません、このスタイリング。いやー、めっちゃいいな。で、このハイカットでしかできないですからね、これ。ほんと。めっちゃいいわ。で、履き心地なんですが、そうですね。このサイズ感がやはり狭めになっているということで、個人的にはめちゃめちゃ履きやすいんですよね。この高さが低くなっているっていうのが個人的にはありがたいですね。なので、めっちゃ履き心地いいです。ただ、やはりフォースワンということで、かなり重めですね。ほんとにクラシックな履き心地。ただソールは分厚いので、そのコンクリートとダイレクトに触れ合うっていうような、そういう感じはないので、その比較的履き心地はいい方なのかなとも思います。ただやはり重さはすごいですね。はい、ということで続いてこんな感じです。いかがでしょうか。先ほどまでとは打って変わって、紐をしっかり結んでストラップを外してみました。まあ個人的にはこのせっかくのハイカットなので、後ろをブランブラン垂らして履きたいかなとも思うんですが、やはりね、こういったスタイリングで履きたいかなという風な方もいると思うので、参考までにということで、こんな感じで履いてみたんですが、この感じも捨てがたいですね。非常に大人っぽいというか、先ほどまでとは違って非常にエレガンスな感じがしますね。いやー、いいな。何よりこのハイカットなんで、この部分のヌバックの広い面積が非常に高級感ありますよね。いやー、たまりますね。本当にいろんなスタイリングを楽しめるっていうのが、このフォースワンハイカットの魅力だとも思うので、いかがでしょう。ぜひね、こういったハイカットも一つの選択肢として、本当に最高だと思います。はい、ということで、エアフォースワンハイ 07WB いかがだったでしょうか。クラシックなスタイルでありながら進化することを忘れない究極のスタンダード、もう最高の一足でしたね。外から見ただけではわからない秋冬仕様になったライニングっていうのもなかなか最高なポイントですね。本当にナイキのこういうところは素晴らしいと思います。ということで本日の動画はここまでになります。何かご意見ご感想ご質問等ございましたらコメント欄の方までお願いします。もしよろしければチャンネル登録と高評価の方もぜひぜひよろしくお願いします。 Twitter と Instagram の方もやってますので、そちらの方のフォローもお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。じゃあねー。